私は諦めない。歩くこともネイルの仕事も結婚も死にたいと思ってたのは最初の時期だけで、生きてたらなんとかなるし、私不思議と10年後には必ず元に戻ってるって思ってるから。ネイリストの中野由香さん憎らしい握力のなさが。手足は自由が利きません。うわー、すいません、ちょっとね、雨だとすごい滑って。5年前2台の車の衝突事故に巻き込まれ、頸髄を損傷しました。あなたはもう歩けません。手も足も動きませんを聞いた途端、私はこんなになってしまって全く動けなくなったのに、事故した人たちはみんな元気なの、どう思います？って泣き出して、なんで神様は私を生かしたのかなって思って。25歳でネイルの世界に入ったゆかさん、コンテストでは全国で10位に輝くほどのネイリストでした。あの日、一瞬の事故で生きがいを奪われました。でも歩くこととネイリストとしての復帰は決して諦めません。わずかに動くようになった手と腕、病室で入院仲間にネイルができるくらいになりました。気に入りました。1年以上にわたる入院生活を経て、18年ぶりに実家に戻ったゆかさん、退院後もひたすらリハビリに励む毎日。歩けるようになると信じて、来る日も来る日も。立てた、お姉ちゃん立って歩いてるんよ。歩けるんじゃないっすか。歩いとるじゃんか。歩行器や足につける装具があれば立つことができるように。実家の敷地にある小屋では改装工事が始まっていました。ここでネイルサロンを開くことにしたのです。3月16日は私が事故に遭った日なので、その日にオープンして、なるべく嫌な思い出はいい思い出に変えたいんです。いらっしゃい。すごいすごいすごい。最初のお客さん、ネイルの予約を入れていましたが事故で叶いませんでした。すごいっていう言葉よりもなんか言葉にならん。ありがとうございました。お待たせしました。おー、同じ時間かかっちゃったよ。悲しい日を上書き更新しました。ありがとうございます。なんか怪我してよかったとは言えないけど、でも私の人生よかったって、思える今日になりました。歩く夢も着実に近づいています。大阪にある脊髄を損傷した人専門のジムに広島から通い始めました。左も引けてますよ。事故から5年経った3月、ゆかさんは大切な人と誓いを立てました。ありがとうございます。この人と一緒に歩く。そう、そうなんまさかね、障害を持ってる車椅子の人と一緒に暮らそうとか思う人がいるとか考えてなかったから俺のこと。ゆかさんのネイルサロンは笑顔が生まれる場所になりました。そしていつか自分の足で歩く。10年したら元に戻ってる気がするっておっしゃってたの覚えてますか？覚えてます。5年経ったので、あと5年、今は努力の積み重ねですね。